岐阜の異端児、柿です。わあ、ギリギリ。もしかして最強からの6ください、6。究極のドローを見せろ。えいマスリーカードでも勝てるよ。まだ諦めるよ。スリーカードなの？スリーカードで勝てるよ。ワンペアでも勝てるよ。あうわ、ガチで逆だって。ダメだ、頑張っても勝てないな。ですわ。どう頑張ってもノーペアだな。おぉ本当に。おい、うわぁ、うわぁ、うわぁ、あら、うわぁ、あらぁ、うわぁ、だね。あらまぁ、まあでも、海外をしてはシーツはぁシーツはシーツ視覚情報が一番やばいよ。また来ないのやついるじゃん。4つ歯の顎がもう長いよ。今回何しよう、もうネタないんやけど。さすがに3連続で海外引いたらもうネタないんやけど、どうしよう。みおちゃん顔のポーズ取るのをね、ちょっと最近の流行りだからね。入れたよ。2個目入れたからね。よし、入れました。どうやってこのポーズ取ってんの？それはね、企業秘密だからね。出ました、6個しか入ってないよ。あとでこっそり差し上げるからね。7、うん、やつの方7つ目。ん？ポンテさん？え、もう当てたい。大丈夫？マジ？え、ポンテさん？え、なに、どうしたの？え？待って、運転始まる前に。ポンさん何したの？やばい。ありがとう。本当危ないね。ありがとう。まごめんね。いいんだよ。よーほー、よーほー。よつはの手作りシチューが食べられるのはここだけ。目を覚ませ。うめうめ。そんな北極生活も悪い。もう止まるの？早くない？まあいいや。早くないで。じゃあ石炭入れるよ。石炭入れて運転するね、俺。ちょっと待って、ちょっと待って。そうだよ、だから白いよ。運転進んでねえや。動かすの？石炭置いて。はーい、動かしまーす。お願いします。ゴーゴー。いいね。そう。本さん牧師でしょ。はい。宝箱開けない？開ける。開けたい。俺も鍵あるから掘ってほしい。いいよ。はい、ありがとう。待って、取りに行こうっと。そこ掘った？掘った。はい。自分で取った。オッケー。ないの。でも僕骨もあさりたいから。うん。骨あさりたいの？なんで？骨をあさりたい。やば。うさですよ。うさですよ。パン君はちょっと信用できないからね。いやいや、お前だろ。パン君だからね、船長。あ、怒ってる？これさ、狼の視界がないの？全部取っちゃったってこと？これさ、危ないんだ。取れるようになるとか、そういう
すごい、あんなところからダイブしてる。この辺の石炭も取ったんだよね。うん、取りました。行くよ。船町。木材、コンロに入れといて。結構あるお兄さん。望遠鏡いらないんで捨てました。石炭2個入れるわ。はーい。こっから右に行く感じ。ファン君います？船長運転する？あ、上か、僕、あれ、シチューもできるから、シチューやっちゃう。じゃあ、運転しちゃうわ。あら、オッケーですか、右行くんでしょ。油見つかっちゃおう。あ、シチューしてくれてる。ありがとうですわ。オッケーですわ。あ、やろっか。ボンちゃんが何か作ってる。ありがとう。ちょっと待って、あの、毒、解毒作ってる。あ。このまっすぐまっすぐ釘作っとくねーメリちゃん今運転してるよ釘作っとくねーメリちゃんの声乗ってないってよいやーメリちゃんの声乗ってないってあーちょっと待ってメリちゃん右曲がるよ右曲がるよ変わろうかオッケー運転してからやるねはい右だよはいオッケートイレ行ってからあれしてないの結構右だよギュッとググッとギュッと右オッケーうんもうちょい右ここはい、まっすぐに戻そう、そろそろ戻してきていいよほいおあ、はいはい誰だはい、まっすぐでよーやみかもそれやみちゃん終わりかな任せろ泳いでいけないかも大丈夫助けろありがとう、配信声乗せたよあ、そこかはい入れありがとう大丈夫かなあ、来てないよ誰が来てないよ、多分じゃあ、何だったんだはいじゃあ、違う人だ誰だ？じゃあ単独行動してる人がいるってことだよ。ここにいない人って誰がいる？ここにいない人、藤宮は？藤宮は？あれ？藤宮いないだ。本当さん、私も一緒にします。どこの島へ？寒寒。カーリーねえだ。牧師誰？ポンズさん、ポンズさん。大丈夫、ヤミちゃん。大丈夫じゃないよ、僕。大丈夫じゃない。戻れない。どうしよう。じゃあ、待っとった方がいいんじゃない？もうちょい木とか入れるといい。もう寒くて死んじゃうかも。死んじゃう？ちょっと寒いから。てか、料理作ってる人いない？料理も作ってる人いる。作ってる、オッケー。イシーって誰？イシーって誰？イシーは、ミオさん。私です。ミオさん。何？あ、料理できた、料理できたよ。あ、ナイスナイス。食べたい食べたい。いや、ヤミちゃん作ったやつやばくない？はい。ありがとう。ここはもう死にますから。マジ？ヤミちゃん。絶対死ぬ？マジ？助かる。あ、鍵あるから大丈夫、死んでも。まあ、起こせはする。起こせはする。私も鍵あるから開けるから大丈夫。誰も僕の、荷物持たないでね。寒い、寒い、船の声出して。はい、あ、金鳴らす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 。どこにいるの？船どこ？はい、こっちこっち。ありがとう。どこにおるの？助けらんないのこれ。あわー。助けよー。でも声するよまだ。死んでるよ。今、伏せてる。帰ってきた。伏せてる。伏せてるだって助かったか。あ、でも乗れないのかも。オッケーオッケー。どこまで行ける氷がないよ。あ、解毒作ろう。もうちょっと誰か木とかないの？木とかで動かしてあげた方がいい。木、木じゃあ動かす、動かす、動かす、動かす。オッケーオッケー。え、あれいけるくない？いける？どうなん？え、いけるくない？キー燃やすよ一応。はい、燃やしたよ。死ぬからもう誰も来ないでいい。あ、オッケーオッケー。はい。めっちゃ寒いですけど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 。なんか死にそうな人いるんやけど、あそこ。でも僕死なんで、あ、死んだ死んだマジか。やみちゃん死んじゃった。とりあえずこれで動く乗れるはけで。でマンダあそこやしな。てかよっちゃんもいないしね。よっちゃんも消えたし、ビジミアもいないし。よっちゃんがワンチャン一人でニトロ取って取りに行ってる可能性はあるね。樽欲しいな。
かねですわ。石炭、あ、今拾いよる。ここの方、あ、拾いよるよ、今。ほい。ここの石炭当たってた人。あ、俺、ちょっとそこに石炭入ってるけど、それ持って帰れるから、大丈夫、拾わなくても。ここに傀儡でしょ。ここにいるの傀儡でしょ。なんで？あなた傀儡でしょ、カキさん。なんで？石炭傀儡でしょ。なんで？石炭傀儡でしょ。理由は？理由は何？理由は何？なんで黙ってるの？何？なんで黙ってるの？いやいや、あ、ごめん、ミュートだった、ミュートだった、ごめん、ごめん、ごめん、ミュートだった、ごめん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 、マジで。ごめん、今石炭2個持ってるから、大丈夫。石炭2個持ってる。びっくりした。なんか1個思った。あ、1個。あ、それも入れようと思ったよね。これ今2個しか入ってないから。それ、くれたら持って帰るよ。あ、私、樽持ってるし。あ、オッケー。じゃあいいよ。はい。びっくりした。大丈夫か？びっくりした。ごめん、ミュートやった。なるほどですわ。あ、ミュちゃん、下毒がない。早い。ミュちゃん、下毒があるから食べるわ。え、なに、毒？毒？毒ってんの？待って、ミュちゃん、待って。あ、食べちゃった。大丈夫、大丈夫。いや、いける。毒の人がいるの？いや、ヨツは襲われたからヨツのシチューは出発しているんです。あ、オッケー、オッケー、これ、はい。毒剤持っております。ここにあった肉どこや？あ、俺もシチュー欲しいわ。あ、ここにね、全部落としてある。ね、そこに落としてあるやつが全部それ。食べたいと。マン君？マン君？ください。ポンちゃん、ポンちゃん後ろ。じゃポンちゃんは俺も欲しい。見ましたよね、ポンちゃん。いや、後ろで見てます。あ、開けたから石炭入れます。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 今濃いボイスよ。後ろで見てます。パン君ちょっと荷物とか渡す。鉛ある人いるかな？鉛。はい。鉛あるよ。はい、点火します。誰か運転できる？運転できない。はい。あ、運転いないです。はい、運転するよ。あ、ありがとうですわよ。感謝。これ船にない人いない？大丈夫？大丈夫。多分全員いる。はい、カキさん、牛ご飯を来よ。あ、ありがとう。今、はい、姫置いたからね。はい。ナイス。いや、みよご飯、みよ大丈夫？ご飯取った？うん、あのパン君がもらった。ご飯食べた。食べた？はい。で、毒なっても大丈夫だから食べたい。はい、オッケー。終わりまーす。あ、いや、ヨザミヨいるよ、ヨザ。違う、闇か。あ、一個石炭入れよ。粒子、粒子闇。ナイス。空気めっちゃあるね。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。いつでも。素晴らしいよ。あと少しで支給できるよ。はい、ナイス。そうだね。じゃあ、一個入れ。もう一個入れ。意外と時間ないね。イエーイ。おいしょ。右か？左じゃない？右。できた。できた？ここまで。あ、ありがとう。ナイス。はい、まっすぐよ。あ、もう怖っ。やばいやつがいる。やばいやつがいる。自分で毒を持って毒になりましたって言ったら許さない。解毒剤持ってんの？パン君。パン君シチューあとどんくらい？え、6個ぐらいあるよ。あ、もうめっちゃあるじゃん。はい。1個切って中に入ってるやつがたくさんがもう触ったから絶対食べちゃうんで。大丈夫よ。もう食料入れてないから、はい。食料パン君が作ったの？はい、どうぞ。感謝。パン君手持ちの。大丈夫か？ありがとう。パン君ごめんなさい。はい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 。はい、ヤミさん。なに？お、伊藤。ありがとうね。ありがとう。おい、この、これ食べてくれない。ほらほらほら。1個もらった、1個もらった、1個もらった。プチミは今毒味してるから、みんなまだ食べない。はーい。もしかして、6個あと2桁ぐらいでしょうか。開く？あ、ほんと？僕、でもね、開けて大丈夫？潜伏されてない？潜伏しかいないから開けない方がいいと思う。まだ、まだ開けない方がいいと思う。開けないでいいですよ。開けないで、開けないで。始めましょうよ。怖いよ、怖いが作ろうかしら。さあさあさあ。お、あれ？爆発した、爆発した。直そう、直そう。ポーカー室じゃないから、ボイラーだね、これ。ボイラー。ほら、直す。そう、成長室から出てきた、僕、爆風に巻き込まれた。カキさん笑って、カキさんは笑って、笑い方が最大だな。誰持ってたよね、誰持ってたよね。
あれもう捨てちゃった。燃やした、燃やした、さっき燃やした。もういらないから。いや、ちょっと一回やめろ。やめろ、やめろ。やめろ、やめろ。まだ持ってるよ、そりゃ。あれ、この血何、この血何、やばいやば。今の殴られた血、殴られた血。あ、めっちゃ仕掛けてる。目の、まだめっちゃ仕掛けてるの。さっきさん。誰が。逃げろ、助けて、助けて、冤罪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 、マジで冤罪、何も変なもん持ってないから、冤罪冤罪冤罪、ガチでガチで冤罪、何も変なもん持ってないから、もちもちチェックしろ。船ねね、船の中で、船の中でして、船の中で。あ、毒入ってるやん。パック入ってる、パック入ってる。え、ちょ、船の中で持ち物チェックして、船の中で、船の中で、ちょ、はいはい、あげる、ごめんね、はい。あ、でもかきさんはいい人かも、もしかしたら。そうでしょ、そうでしょ。騙されてるよ、みんなが信じるな。騙されてるよ。いや、本当にそうだよ。誰、みんなの鍵です、鍵です。かきさんね、怪しいのは持ってない、とりあえず。そうだよ、かきさんから持ってない、普通の。だから、たるさっき燃やしたって言う時に罠めっちゃ使ったよ、無意味。燃やす、いや、かきさん10個ぐらい罠差し替えてきたから今。そうそうそう、今見たら。パン君が、パン君がリア強だからさ。いやあ、仕方ね。ありがとう。いや、仕方ね。はい、ありがとう、ありがとう。あ、出したの。出した。出した。出して大丈夫かった。よかった。優しいの、ポンク君。優しい、ポンク君。その優しさがあだとなるんだよ。でも開けたらパンクだけどね、今。優しい、パンク。もしかして、相方。ツンデレじゃん、ポンク。相方だ。こんなトロールで僕を爆弾に巻き込みやがって、この野郎。許さんぞ。これ開けれるんだね。ワンちゃん。ねえ、カキさんがさ、武器庫開けようとしてるからマジで危険。いやいやいや、待って。もう分かった分かった。開けない開けない。開けれるかなって思っただけだ。分かった分かった。危ないね。まあ今のパン君のライン切りなんだけどね。ライン切りなんだ。間違えた。誰が今来た。もうライン。四つ葉。もう人肉も集めるよ。食料ないでしょ。さんどこ？あ、もうシチュー作れるから大丈夫です。あ、オッケー。これ。はい。これあげる。ほら。いらないかも。何これ？何？パン君？パン君狼？パン君狼？オッケーオッケーオッケー。殺す殺す。パン君殺す、パン君殺す。オッケー。え、何？パン君じゃないの？鉄だよ、マン君。マン君？マン君大丈夫？ありがとう、ありがとう。ありがとうね、ポンちゃん。ありがとう。ハンカチマジか。やばやば。はーい。ごめんなさい。純粋な謝罪入ってる。石炭あるよ、持って帰る、パン君。そんなに欲しいなら。欲しいならあげるよ。自分で持って帰る。はい、どうぞ。バッグ詰め。バッグ詰め置いとくよ。ああ、面白い。
て。あばばばば。あばばばば。いるよ。いるよ。いるわ。普通にいるわ。違います。違います。やってないでーす。言ってねえわ。ちょっとさすがに離脱しよう。潜伏は藤宮に任せるわ。もうさすがにちょっとね、遊びすぎたね。トーテムできてるやん。もういいな。あ、行っちゃう行っちゃう。行っちゃおう行っちゃおう。なんかいい作戦ないかな、面白い作戦ね。なんかないかな。集めて、どうせこっちは来ないからこっちに立っちゃおニトロは1個用意しよう。あ、死んだ。多分今のゾンビ召喚で誰か死んだね。オッケイ。ここにゾンビがいる。みんな船の中いるわ。藤宮もいるわ。藤宮も含めてみんな船の中いる。
から行くんなら、これニトロアタックよりも熊の方が強いな。熊の方が強いな、これ。ニトロで拡散来てるよ。オッケー。近づいちゃダメ、爆発する。オッケー。そんな無か。ニトロで拡散来てる。降りた。ここまで多分降るあ、おるわ。あ、これやれば一回大丈夫。俺も死んだわ、多分これ。ごめん。おいおい、おしめ、ごめん。クマやった。クマやったよ、クマやった。ニトロ爆発させて、ニトロ。ニトロ床に落っこってる。やばい。クマ生きてるわ、ごめん、やれてない。やれ。クマごめん、やれてなかった。おい、ガキさん助けて、ガキさん。ガキさん、本当にお願い。わかった。え、ガネってみんな死んだの？助けてみる世界線も面白いよ。ガネってみんな死んだ？動画にするんでしょ？オッケー、わかった。ブルーメイト助けてみたの動画貯めて面白いよ。ガキさん、やって。ブルーメイト助けてみたって動画面白いと思うよ。ガキさん、やった方がいいと思うな、僕。ガキさん、助けて。なんのあれ？ちょっと待って。色臭いな。あ、いる。たくさんいる。やだー、拉致しないで。ダメよ、それは。待って。どうしよう。メイさんはどうしてこれ？どうしよう。なんで？どうしよう。え？あ、殴られないようにしてんのかな。あ、お布団に入れてくれるんだけど、なんで？あ、アメイ様か。ありがとう。めっちゃ笑ったくれよ、お客さん、この一瞬で。どんだけ辛くしたの？うわ、クマ来た。嘘。やばい。クマ来た。痛いて。え、クマ死んでないの？やば。やばいて。あ、私このクマの圧に。いや、クマ強すぎでしょ。うわ、やば。やば、強え。クマの圧。やば。クマ強え。まあ銃三発ぐらい当ててるけど。おい、三発さん、クマの足。もう行こう、みんなで。行かないから。みんなで行く？ああ、まあ、二人くらいは。さあ、やべえ。ああ、ミオまだ生きてた。え、今どういう状況？メイ様が私を一緒に連れてやったから入ったけど、ああ、なるほど。うぇーっす。舐めたところに嫌がって、再生数でお前を踊らせてやったのに、こいつは一向に釣れなかった。クルーメイトを再生数にする気持ちはどうだ。死ね。強すぎるわ。この構成の良くない。クマが強すぎる。今1個ミント落としたから、これでダンプになー。オッケーっす。後で交換しよう。私が先行こう。やられちゃったー。頑張ったんだけどさ。じゃあミオ、ベッドに乗って。潜伏してる。あれこれ、わからん、まだ。じゃあ俺何番に行く。ポンさん誰やと思う？
んない。誰だろう。誰か交換通信をする。死ぬからに私。いや、やばこれ。絶対最後殺すわ、これ。やばい。え、ヨタさんじゃないこれ。いやいや、どうでしょうね。また。パンク。これはもう時間切れ、時間切れなんだよ。わあ、みんなダウンしてる。時間切れだ。すげえ、藤宮最後まで潜伏してる。あ、藤宮ダウンしてる。藤宮最後までブラザー。藤宮最後までブラだった。そう、藤宮。藤宮さんなの？一人だね。わかんない。誰やね。すげえ、全くバレてないじゃん、藤宮。すごっ。闇ちゃんか。あ、闇ベイさんは白かったと思うんだけど。藤宮誰？すごっ。ジジイ。藤宮最後まで全くバレてない。藤宮？最後まで白かったの。クマに追いかけられて殺されてたから、もう白だと思っちゃった。見ててない。おい、やっぱりあれゾンビで王様だったじゃないか。一人でも勝てるってことやな、藤宮。おぉやば、やばー藤宮。うん、あはおい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 、負けた。でもそうだ、まあでも裏切ってないから。そうだよね。ね、そうだね、協力はしてくれるから。協力してたから。やべ、クマが強すぎる。クマ強い。クマでみんな崩壊したね。おい、ゾンビのボスだったじゃないか、やっぱ藤宮さんは。あれはパン君を襲わせた。そうなんだ。くそ、あんな登場の仕方。そうだね、偶然すぎるもんな、あんなの。マジで後ろから登場してきたもん。大丈夫かって、ハイライト一緒に走る。いやもう。あ、じじ。ちょっと遅かったね、最終日ね。そうだね、ちょっともたもたしちゃった、両親で。